こんにちは、緑川です。今日はね、フードとマイポケット付きの、カーディガンの第4回目になります。はい、1回目から3回目までの、それぞれのリンクは今日の動画のねすぐ下の説明文のところに貼っておりますので、まだね見ていなかったという方はぜひ1回目からご覧ください。今日はね第4回目になります。そしてね、今日は、フードの剥ぎ合わせをいたします。まずね、編み上がったフードなんですがこちらです。段数をね数えます。5、6、7。はい、私はね19段目まで編みました。はい、19段です。それから19段編んで30とおよそ34センチぐらいの高さになっております。はい、頭がねすっぽりかぶるようにしました。これはね試着をして、お決めください。ではね、中表にして引き抜きをしていきますが、まずね編み終わりのところはこちらのね最後の段の長さのね2倍の毛糸を残してカットして、そしてとじ針に持ち替えてね最後の段を半分折りにして縫っていきます。はい、縫い方はね好きな縫い方で大丈夫です。このようにね縫っています。そして手前から向こうがね楽ですから、このね1目目同士、はい、このようにね縫っていこうと思います。引き締めすぎるとねこう縮んでしまうので、時々ね編み地の様子を見ながらやっていきましょう。はい、手前から向こうへと、はい、このようにねやっていきます。はい、ここからねずっと縫っていきました。そしてここ奇数目だからね1目残っていますが、はい、残ったままでね大丈夫です。そしてこのままね、返し縫いをして糸始末をしていきましょう。今ね縫ってきたところにこのようにね返し縫いをします。いつもね糸始末はこのようにね縫ってきたところを戻すように返し縫いをして折ると大丈夫です。その時にね毛糸の繊維を割り込んで針を通しておくとよりね丈夫になります。はい、もうほどけないかなというね感覚で大丈夫です。十分できたなと思ったら糸を切ってね終わります。ではねフードをね表に返しますね。はい、今日はねこう長方形のねものにいたしました。はい、このようなね、綺麗な見た目になっています。これでね、いよいよフードがついたということになります。はい、今ね、カーディガンは横向きになっていて、ポケットをついた。はい、先にね、片側ね、縫ってみました。はい、このポケットの位置はね、皆さんは試着をして決めます。私のポケットの位置の決め方は、手をまっすぐ下ろして、はい、ちょうどねちゃんとここが届くというところにしましたね。こんな風だとねここが届かなくてかがんで取ることになるので、何かねお家の鍵なんかねちょっと入れたりティッシュとかマスクを入れることもあると思うので、このねちょうどポケットの底のところに指がね届くという感じで私はつけましたが、好みで大丈夫ですね。皆さんは、しっかりね合い印をつけてどの位置がいいかっていうのをね確認をしていきましょう。はい、そしてね私はこのようにねいたしました。で、一つのね、やり方なんですけれども、ここね長編みのたくさんある段と、方編みの段がありますが、この長編みがある段のここのところが丈夫かなと思ったのでね、ここのところにね縫い付けました。反対側もそうです。で、このねポケットの横幅に対して
編み地としては 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 段。私は前身ごろ11段分を幅として取ってポケットをつけたということになります。はい、ではね、反対側合い印をつけていきます。はい、顔面向かってね、右手が先にね縫い付けたポケットです。そして左側はね、オレンジのマーカーをつけておりますが、右側につけたポケットと同じ位置に、はい、数えてね合い印をつけました。そして2つ目をねつけるときは必ずね、このように全体を見てね、左右のポケットの、つけた位置がねちゃんと左右対称かなっていうのをね確認してから縫い始めるようにしましょう。はい、テーブルにね置いたところなんですが、さらにね真ん中あたりにも、合い印をつけておきますね。その方が正確にできますね。方眼編みが目印になりますので、ラインがね正しくなる感じで、はい、それからねこちらにもつけますね。合い印はね、もっとたくさんつけても大丈夫です。大事なのはね、ずれないように印をつけておくことということになります。はい、それではね、私はここからこのようにね、縫っていきます。ポケットを縫った時のね、最後の糸があると思うので、とじ針をね、つけます。もし短く切ってしまっていたという方はね、新たな糸を使っていただければ大丈夫です。今ね、ポケット側に糸があるので、このね、マーカーをつけたところ針を通して、まずは編み地とポケットをねくっつけます。はい、そしてマーカーはもうね外します。そしてここのところは力がかかるところなので、しっかりね縫い留めておきますね。はい、はい、ポケットから前身ごろの編み地へとじ針を貫通させておいて、前身ごろの編み地からポケットの方へとこのようにね貫通させていきます。はい、そしてここのところをね、はい、私は細かくね並縫いをします。はい、ポケットと編み地、前身ごろ、前身ごろからポケット、このね長編みの頭の下に針を入れています。はい、ここね鎖編みがあるところに来たら、上2本に針を通して裏山を残しておいて、このまま編み地へ入れて、そして編み地からまたねポケットの方が、ここにね鎖編みが見えているの一本はすくっておきますね。はい、そして合い印までに帳尻が合うように気をつけながらね、このように縫っていきます。長々編みの頭の下から編み地の裏へ、編み地からポケット側へ、ね、長々編みの頭の下に針を通していますね。はい、長々編みの頭の下から編み地へ、はい、そして編み地の裏側から、このところはこのね鎖編みのところ、はい、裏山を残すようにすれば縫うことができますから、このようにねやっていきます。はい、ポケットの長編みの頭の下から前身ごろへ、編み地の方から手前へ、はい、このようにね並縫いをしていきます。
マーカーを外して、いつもねやっていますようにマーカーごとに帳尻が合うようにということを気をつけてやっていくと大丈夫ですね。はい、このようなね見た目になります。それではね最後まで、はい、剥ぎ足をやってまいります。このようにね両側のポケットがね無事に、はい、縫い付けることができました。はい、次のね作業は裾の縁編みということになります。はい、今ねカーディガンは逆さ向きにしていて、ここがね私の裾になります。はい、裾をねこのように表向きにして右側から長編みを始めていきますね。私はね引き続きブルーで編んでいきます。はい、準備をしました。ではねこちらの裾、はい、右のところから編んでいきますね。長編みをまず1段編んでいきます。はい、そして、ここのところなんですけれども、この向きでね編んでいきますが、長編み1段に対して長編みを2目、だから2目、2目、2目と編んでいきますね。はい、ではね、尻尾さんと編み地を押さえて、はい、そしてここのね、ところ、一番最初はこのね、一番端の長編みの頭のところの下に針を入れ、糸をかけてくぐって連れて出てきて、長編みを編みます。そしてこの同じ長編みのうちの真ん中あたり毛糸を2本すくって長編みを編みます。足のうちの2本を取って長編みを1つ、2つ、次も足のうちの2本を取って長編みを1つ、2つ、はい、今ね裾の、縁編みの1段目、こちらはね私の左身ごろの表側になりますね。ここから編んでいきました。そしてここのところがね後ろ身ごろとのつなぎ目になります。はい、ここのところねこのつなぎ目のところ結構幅があるので、一目ね真ん中あたりをめがけて編んであげますね。はい、前身ごろと後ろ身ごろのつなぎ目のところに1目編みました。そしてここからはまたね1段あたり2目ずつのルールでまたね編んでいきます。ここがね、ちょうど前身ごろ後ろ身ごろの境目で、はい、ここからね編んできて、今ねモチーフの最初の角に入ったところです。はい、そして、ここのところはね長編みに、ここはね2目編んだところになるんですね。私は今ちょうど2目の区切りです。そしてここのね隙間なんですけれども、私は鎖編み2目あるので、このね上を取ってここも2目に数を揃えておきますね。角の中にも2目編みました。1目しか編む場所がないよという場合はね1目でも大丈夫です。大事なのはね左右対称になっていることです。はい、そしてこのねモチーフのところは1目に1つずつ編んでいくということになりますね。はい、ちょうどね背中の真ん中までねやってきました。そして、
ここのところがね、真ん中に一つ、はい、編みますね。この引き抜き編みの最後の鎖編みのところの真ん中に針をスポーンと入れて、ここに長編みを一つ編みます。はい。この一つがね、真ん中の一つなので、これでね、この全体が奇数目に自動的になってくれますね。ですから、ここまでの編み方を左右ね、等しく編んでいくということをすると、自動的に奇数目になります。はい。そして、ここまででね、奇数目に、ね、なっているといいです。心配な方はね、お手数ですが、数をね、数えてみましょう。ではね、裏返して2段目です。そして次からはね、こちらの袖とね、全く同じです。はい、袖とね、全く同じです。段数もね、お好きな段数編んでいただいて大丈夫です。はい。で、今回はね、表から私ね、長編み今編みましたから、奇数段で終わるということになりますね。ですから、3段、5段、7段という感じでね、考えていただければいいかなと思います。ではね、はい、一番端はまずね、普通長編み、はい、鎖3目でも大丈夫です。マーカーを必ずつけておきます。はい、そして裏引き上げからスタートします。はい、糸をかけたら2番目の長編みの足全部をこのように取って、裏引き上げの長編み、3番目は表、4番目は裏、5番目は表、6番目裏、はい、このようにね、編んでいきます。そして、編み終わりは左右対称になるようにこの見た目と同じようにね、いたします。はい、そしてこちらの袖はね、表向きでこう輪にね、編みましたけれども、こちらはね、表裏と、返しながら編みますが、見た目はね、このお袖と全く同じようになるようにね、編んでいきます。それではね、私も、多分ね、5段か7段ぐらいですね、編んでいきたいと思います。はい、こちらがね、私の、裾になります。はい、段数はね、一番最初から数えて1、2、3、4、5段、はい、はい、奇数段になりますね。表、裏、表、裏、表とね、全部で5段目までね、編みました。はい、5段目までに至りました。5段でね、そうですね、7センチと少しぐらいですね、 7.5 センチぐらいになっております。はい、ここからこちらまで、そして今ね、身頃は表で左端で割っているというところになります。それではね、ここから続けて、今度はね、前立てからフードまで、右の、こちらはね、右の前身頃の裾になりますけれども、ここからずっとフードまで編んで、左の前身頃の裾までということで、こちらと同じことをね、やっていきたいと思います。はい。細編みで編む方法もあるんですが、細編みだとね、時間が倍ぐらいかかるかなと思うのでね、長編みで引き続きこの編み方でやっていきたいと思います。はい、ここの下のところはね、はい、鎖編み3目で立ち上がって大丈夫です。前、このね、裾のところになるから、鎖3目で立ち上がり、3番目のところにマーカーをしておきます。はい、ここのところをね、鎖3目するとこの裾とね、同じ見た目になるので、はい、このようにしてみました。それではね、ここのところ、長編みの足がありますね。長編みの足があるところは長編み2段目編んでいきたいと思います。はい、そしてここのところね、長編みの足の真ん中に1目、
して次のところの、長編みの足のところにも2目、ですからね、私はここが、裾がね5段分あります。そして1段あたり2目だから 2×5 で10目、はい、10目編んでいくということになりますね。はい、ここのところをね、2、4、6と、はい、10目編んできました、はい、そしてここのところはねずっと長編みですから、はい、このね、1目ずつ長編みを、ね、編んでいきますね。1目ずつね長編みを編んでいきます。ここのところが前立てです。前立てを編んで、はい、ポケットのところを通り過ぎ、ずっとね前立てを編んで、ピンクのところが前立てです。そしてここに見えてきたブルーはフードですね。はい、フードもね同じように長編み1段あたり2目2目とね編んでいきましょう。そしてポイントですが、やはりねこの前立ても奇数目がいいから、このフードのね一番頂点のこのはぎ合わせのところにね1目編みます。はい、1目編みますね。そうすると、この1目編んだ左右がそれぞれ偶数目奇数目で関係なくね真ん中に1目足すことによって全体が奇数目になりますから、ここまででね偶数でも奇数でも大丈夫です。左右対称だから、はい、奇数足す奇数は偶数になるのでね、例えばここね、勝手に言いますけど、もし仮に100番目でも101番目でも大丈夫です。ここに1目編みますね。ここだけ1目編みます。ちょうどフードのね中心です。そうすると右と左、例えば100と100に1目でも奇数だし、101と101だったとしても真ん中に1目編んだらね全部で奇数になりますね。そういう考え方にしていくといいかなと思いますので、こちらね1段あたり2目2目と編んできて、はい、そして、ここのね段数、この前身頃の段数、はい、奇数になっていると思いますが気にしなくて大丈夫ですから、このね、フードの剥ぎ合わせのところまで編んだように左側も編むと自動的にね奇数目になります。はい、という感じで、ここのね編み方なんですが、あとはね、こちらの裾と同じです。2段目に、引き上げ編みをやって2、3、4、5、奇数段でね終わりますね。はい、はい、往復編みの場合はね奇数段で終わると表で終わってくれますので、はい、5段から7段編むということになります。はい、お好みで、9段編んでも大丈夫です。はい、そして今回はね、今回もなんですが、特徴ね今回ボタンホールは作りませんが、はい、ボタンホールされたい方はね、私は長編みでボタンホールだとこうボタンがねちょっとこう通り抜けちゃうので、ボタンホールする場合はね、細編みが推奨です。はい、それはまたね別途の、別のね以前編んだ動画でね、詳しくやっているのがありますので、後ほどねリンクを貼っておきたいと思います。それではねこの前立てからフードまでを左右往復編むということをねやっていきます。はい、大変ねお待たせいたしました。やっとね完成しましたね。社長さん、母ちゃん頑張ったよね。
ねえ、あなたが感動出てね、痛いんだけどね、頑張りましたよ母ちゃん。ねえ、うん、噛んだの忘れちゃったんでしょ。ねえ、はい、この方ね元気です。そしてね、とうとうねこちらが完成しました。そして今回ね、あの1枚が15センチのモチーフ、5枚分の着丈プラス裾ということでね、1メーターをね超える着丈になってね、お尻すっぽりもすっぽりコートのようなねカーディガンになりました。これからね、寒くなってきたのでね、ちょうどいい感じにねできたかなと思います。はい、ね社長さん、うん、これ着た母ちゃんとお出かけする？しない？よいしょ、ちょっとね、はい、はい、ちょっと全体はね大きいのでね、あの全体像は女子マネさんに、はい、お願いしようと思いますが、まずねこちらは、往復編みをしましたので奇数段なので全部で5段分編んでおります。このようなねフードになりました。そしてフードとね前立てはつながっています。私がねいつもフード付けを作るときはこのようにね編んでおります。今ねカーディガンねちょっと横向きにしてみました。はい、それをねポケットにね入れてみました。そしてね、お材料をね、はい、最終的にどれぐらいだったかっていうのもお伝えしますね。はい、まずね、こちら以前にもお伝えしていましたが、ミックスケークは2つ使っています。ピンクは9玉です。はい、9玉使っております。そして、その後ねブルーにいたしました。1,2,3,4,5,6,7、 はい、こちらのねブランチトルコのブルーは7個使っておりました。着丈が長いのでね結構な分量になったかなと思います。今回はね4回にわたってお届けする感じになりましたが、パーツもね多かったですし、身頃もね大きくしたので、はい、それなりのねお時間かかりましたけれども、丁寧にね頑張ったので、素敵なね可愛いカーディガンになりました。フード付き編んでみたいな、マイポケット付きやってみたいなという方はね、ぜひ、パート1の方からね、今日の4回目までね通してご覧いただければと思います。フード付きカーディガン噛まれたけど頑張ったねと思っていただけましたら、ぜひ高評価いいねボタンをお願いいたします。またゆかチャンネル編み物部では、部員さんをね大募集しております。ぜひこの機会にチャンネルへのご登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらの動画ね4回になったんですけど、年内にねもう一つぐらい何かね、はい、あの時間を作ってね編みたいなと考えております。本日もありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。みらりかーと社長さんでした。バイバーイ、またねー。はい、このようなね見た目になっております。ね、2色の、メランチトルコを使ったんですが、ね、ミックスケーキとねとっても色が合っていたので可愛くなったかなと思います。はい、後ろからね見た感じです。はい、女子マネさんに試着をしていただいております。とってもね可愛くなりました。前からね見た時は無地でポケットだけねこのようにねモチーフにしております。はい、後ろ姿です。このようにね後ろはモチーフが可愛らしくねなっております。ぜひね皆様もお手持ちの毛糸で編んでみてください。